2020年8月1日、アオーレ長岡で行われた長岡市平和記念式典です。新型コロナウイルス感染症の感染対策として出席者が限定される中、姉妹都市ホノルル市のカーク・コールドウェル市長からメッセージが寄せられました。そして海の向こう、ホノルル市で長岡空襲の犠牲者の追悼のためライトアップされたのは市役所の庁舎。青とオレンジは長岡市の四季の色です。太平洋戦争終結から75年の節目となった2020年、新型コロナウイルス感染症で往来できない中で行った長岡市とホノルル市の平和交流を紹介します。長岡市の姉妹都市、アメリカ・ハワイ州ホノルル市。世界中から多くの人が訪れる賑やかな観光地である一方、静かに戦争の歴史を伝える場所があります。真珠湾です。湾には長岡市出身の連合艦隊司令長官山本五十六が指揮し、日米開戦のきっかけとなった真珠湾攻撃で沈んだ戦艦アリゾナが79年経った今も犠牲となった約2400人の魂とともに海底に眠ります。そして真珠湾攻撃があった毎年12月7日にはその犠牲者を悼む追悼記念式典が行われています。長岡市からは市長や平和交流プログラムに参加する学生などの訪問団が参列していますが、2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行により参加を見送ることになりました。12月8日、アオーレ長岡に設置された献花台です。真珠湾で行われる追悼記念式典に参加がかなわないこと、戦後75年の節目であることから、長岡市と長岡市国際交流協会が初めて設置。市民およそ70人が真珠湾攻撃の犠牲者に花を手向けました。つなげていくためには若い人たちがこういう日本とアメリカっていう戦争 の時代をですね、勉強していただいて、それを理解して、でまた市民交流をしていただくということが大事で、ね、続けていく大事なことだというふうに思ってます。毎年ですね、真珠湾追悼記念式典にいわば日本を代表して長岡市長と市議会議長出席していました。新型コロナウイルスのために今年は出席かなうことができなかったということでありますが、そういう中で今日献花させていただいてですね、ホノルルと長岡、この姉妹都市が世界平和のメッセージを発信し続けていくことは本当に大切なんだなということを改めて思いました。これからもホノルルと長岡市、世界平和のメッセージをしっかりと届けていきたいと思っています。献花台が設置された12月8日から遡ること一月前の11月8日、長岡花火館であるイベントが行われました。参加者がホワイトボードに書き込んでいるのは、遠く離れたホノルル市へ向けた平和への思いです。それぞれの思いは、戦後70年の2015年、真珠湾で初めて打ち上げた慰霊と平和を祈る花火をあしらったパネルに貼っていきます。
戦争がない世の中っていうのはみんなそれぞれいろんな国の人たちが共通で求めてることだと思いますから、そういったメッセージを交換し合うっていうことは非常にこれからも今もそうですけど大事だと思います。写真170枚、約450人の思いが集まったこの日の様子は、磯田市長のメッセージを添えホノルル市へ届けました。ホノルル市の皆さん、お元気ですか？長岡市長の磯田です。今新型コロナウイルスで大変なことになっていますね。私たちのように会いたくても会えない、往来できない状況が世界中で続いています。大変なこの事態の中で、ホノルル市の皆さんがご無事でいらっしゃることを本当に心から祈っています。今年は戦後75年の節目の年であります。真珠湾での追悼記念式典、参列したいのですが参列できません。大変に残念です。しかし戦争の痛みを知る私たちが共に平和のメッセージを世界に向けて発信し続けることはとても大切なこと、重要なことです。姉妹都市として手を取り合って交流を深めていきたいと思います。今年はもう渡航できません。しかしホノルル市の皆さんに思いを馳せながら、そして近い将来必ず再会できると信じて、長岡市民とともに平和のメッセージをお送りいたします。世界平和への祈り、ホノルル市とともに。そしてメッセージをホノルル市に送った9日後、ホノルル市から長岡市に届いた1本のメールです。添付されていたのは、真珠湾を背景に長岡市民に呼びかけるカーク・コールドウェルホノルル市長のメッセージでした。アロハトゥメイ・イソダ and the people of Nagaoka. I stand here on the shores of Ford Island.With the Arizona Memorial behind me, and the memorial that was installed by the people of Nagaoka to honor those lives lost here at Pearl Harbor 79 years ago. Many stories are told here, and there's a common linkage between the people of Honolulu and the people of Nagaoka. Whether it begins in Nagaoka
with Admiral Yamamoto, or here in Honolulu with the attack on Pearl Harbor and what followed, we are linked together. And that link allows us to build a foundation to peace. And Mary Soda knows this as well as anybody. And he produced a beautiful video recently that we shared with our cabinet that was so moving that when it was finished, no one said a word. Deeply moved by the message of the people of Nagaoka, the children who wrote and drew things, the messages of peace by not only the children, but by their parents and grandparents, affected us here in our hearts. The only way we avoid war is by building these bridges to peace. Both of our cities suffered incredible tragedy, the beginning and end of World War II. 79 years later, there's peace in the world, peace between our two great countries of Japan and the United States of America. And it is that people-to-people relationship that the people of Nagaoka understand so well and the people of Honolulu understand so well. So I want to thank all the people of Nagaoka for your committed dedication to peace. And I wish we could gather together. I wish I could be with Mary Soda on December 7th. But we can't this year because of the pandemic and COVID-19. But while we're apart, we are together through this bridge that we're building. And as we climb out of this pandemic, and as we come out of winter and into the summer, and as this virus fades because of the vaccinations that will be distributed in both of our countries, we will come together in person and continue to work together to make sure this bridge grows stronger, bigger, and more vibrant in the future. I want to wish you all the best of luck with much fond aloha from the people of the city and county of Honolulu. Aloha.画面を通してやり取りするのは南中学校2年生とホノルル市ミリラニ中学校の生徒です。1941年12月8日、約2400人が犠牲となった真珠湾攻撃からちょうど79年目のこの日、両校の生徒たちが取り組んだのはインターネットを使った平和交流でした。私たちは戦争がないことが平和だと考えています。そこでその平和を維持するために必要なことは何だと思いますか？意見を教えてください。戦争の当時につらかったのは日本だけではなく、アメリカにもそのつらかった思い出もあり、歴史も残っていることを感じました。ハワイの中学生が戦争をなくすためにはコミュニケーションを取ることが大事だと言っていました。その戦争になる一歩手前から考えることがすごいなと思いました。戦後75年、新型コロナウイルス感染症の混乱の中で行った平和交流は、共に築いてきた絆と平和の架け橋を確かめ合い、そしてお互いを思いやることの大切さを改めて教えてくれました。長岡市とホノルル市は世界に向けて平和へのメッセージを発信し続けます。